首都高の高架が綺麗に鏡面のように映って、僕の方にビルが映ってるんですけど、そこまでだいたい約500メートルあるんですけども、500メートルの距離が詰められてるっていう、そういった圧縮効果を出せたので、僕なりとしてすごい好きですね。今回は神宮外苑、浅草橋、お茶の水、江戸橋、そしてメインカットとなった日本橋を撮影しました。画角が望遠鏡ってことで、風景をまあ切り取るっていう感覚で撮りに行ったんですけども、東京の中でもまあ古い建物から新しい建物、それをまあ複合した感じで今回の撮影をしました。まあ、今日本ってやっぱりいろんな光源がさまざまなとこから入ってくるんですね。それを逆手にとって面白い色が取れたりとか、それをどう見極めるかっていうのが大事なんですけども、東京って特線と垂直が多い街なので、それをどう表現するかっていうので、やっぱ PC レンズっていうのは構造物を表現する最も最適なレンズだと僕は本当に思うんですね。やっぱり周辺の画質が普通のまあ光学のレンズだと微妙な差が出てくるんですけども、PC85mm だともうそのまんま映った世界が高画質で出てくるので、ある意味怖いんですけども、それだけシャープに出るっていうのはすごい魅力でしたね。やっぱり光源が強いとやっぱりゴーストを起こしたりフレアを起こしたりするんですけども、普通だったらもう絶対入ってくるだろうなっていうものが入ってなかったので、驚きましたね。つまみ操作ができるところの手が入る余裕がすごいあるんですね。その微調整が一番効くっていうのは PC85mm だったので、すっごい使いやすかったですね。建物ってやっぱり何気なく立ってるんですけども、でもそこの中にはやっぱり歴史があったり思いだったり、そういうのがあるんですけども、10年後とか50年後にこんなとこだったんだって、そういった記録として残せるっていうのをやっぱり重要視しているところですね。